分かったか。もうチョコレートなんぞに変えられるか。300年もかかってやっと覚えた俺様の魔力がパーだ。いや、まっぴらまっぴら。はい、しかしまい。大伝書第13条、芝の神殿にて魔力を使う者は禁錮刑にします。何？悪魔を呼び出して手なずける方法だって。魔法大伝書第8巻80ページの8行目を知らんのか。悪魔の血が大地を怪我したるときはな、悪魔は翌日の真夜中まで魔力を失う。つまり魔力は使えないんだよ。早く、お前たちはこのままだと危険だからな。この魔法全書の中に入ってろ。いいか。少し窮屈だけど我慢しろよ。ごめんよ。これはな、兄貴からの助けの綱だ。お前不勉強だぞ。魔法大全集の444ページの4行目を忘れたのか。そうか、悪魔は魔法の玉で妖怪の居場所を知ることができる。魔法大全集第4巻444ページの第4条を言ってみろ。理由があっても死神の仕事の邪魔するべからず、もしそれを破った者は悪魔の魔力を永久に奪うこととする。悪魔大全集第13条によりメルセデス2機メフリット、お前を逮捕する。何かが決まらないかな。たまが。とんだ石か。どうした。
俺の後釜がその格好じゃ閉まらないな。あ、ちょっと拝借。え、こいつはどうしてねえやから。